はい、皆さんこんにちは、マダリウルビシです。では今回は信長の野望大使パープキット斎藤家工房物語続きをやっていきたいと思います。少し時間が空いてしまったんですけども、これ実はリハーサルを頑張ってまして、かなりね劣勢に立たされているというのはここまでご覧になられた方ご存知の通りなんですけども、なんとか挽回をね図っていきたいというふうに思っていますので、今回もお付き合い最後までいただければ嬉しいなというふうに思います。では早速続き始めていきましょう。まず畑上杉両家に攻められているこの状況なんですけども、一条谷、清水山城、この2つの城を救う力は残念ながらありません。兵力はね用意できるんですけども、まあ、残念ながら兵糧がない中でどうにもならないというところですね。まあ、ただ一条谷に関してはまだ救える可能性が残っているので、ここをね救えるようにまずは兵糧をちょっとでも買います。でその上でこの800っていう数なので、この800っていう数であれば一条谷から打って出てみようというふうに思っています。一条谷に兵を出す。朝倉山から403ではさすがに話にならない。勝山城から2000を出そう。で代わりに勝山城だけの兵にして、久喜義隆朝倉山城の兵は解除しましょう。これで1800対800の戦いに持ち込めるので、なんとかねまずは一条谷を奪われない。清水山城は捨てます。捨てざるを得ない。清水山城が落城です。まあ、ここは仕方がない。ただ上杉に一条谷は取られないぞと。で畑が国衆将兵、これかなり強いんだよね。では須田隊、上杉軍の須田隊を追い払いましょう。次なる戦もで貴重な兵糧を使ったので即座に撤収。一条谷だけでも守れたというプラスに捉えましょう。で今後の戦略なんですけども、はっきり言ってこのピンチ、しのぐの相当難局を何度も何度も乗り越えなきゃいけないという中の選択肢になっていくんですけども、まずはお金と兵糧、これはね、どうしても常々欲しいものになってくるんで、内政の方針としてはもうこの商業、農業、この二択というかもうこの一択ですね。商業と農業のみに注力を加えていきます。とにかくねここで何としても生き残るために必要なものに徹底的に投資をしていく。でお金もあまりないんですけども、もうね北条とも仲良くする。北条とも仲良くして上杉を牽制、これによって武田、北条、今川と、まあ、高孫孫三国同盟にこの斎藤も加わるという形で上杉包囲も大きくと、これをね一つ打開策として、据えていきたいと思います。でね、交渉で兵糧はもうもらえないですね。どこも。どこに行ってももらえない。北畠と水野に関しては当然水野につきましょう。手を貸してやろう。ではここから時間を進めていきます。
はい。ここでね、信玄が謙信とことを構えるようなので、これに乗じて我々も謙信に対して再びね、領地の奪還作戦を行っていこうかなというふうに思っています。まずは、上杉軍の方なんですが、総兵数10万。味方するのが足利将軍家、それに畠山。一方、信玄の方は水野と今川、この両家が味方するという中、我々は信玄の方についていきます。これで少しでも領地を取り返す。早速信玄から兵を借りたいという話が来ているので、兵を貸します。金12,000、ありがたい。かたじけない。風林火山、わしの戦を見せて。さて、そしたら留守になってる間に我々は奪われた城を取り返す。軍を出しましょう。大正寺に出した場合、34,000の上杉軍が来るか、厳しいな。一方、小山御坊であれば敵の守りは200の、ここを取り返す。ただ1万を超える部隊を出すことはできないので、兵数は絞る。10日前後で招集できる部隊に限定、数7,000。これで一気に小山御坊を抜く。ここで信玄が敗れるようなことがあれば、斎藤も同じ道を歩む可能性が高いので、信玄が勝つことが前提の作戦ですね。まあ、各国でね、戦争が起きてますけど、ようやく春。まだまだ兵力がないからな。そして何といっても必要になってくる兵糧、これですよね。今回はまずは北条と同盟を結ぶ、確実に同盟を結ぶ24ヶ月で、六角との同盟はもうこのまま無視を。六角はおそらく畠に一気に飲み込まれると思うので、せっかく今畠と休戦している状態なので、まあ、この状態をね、なんとかキープしておいて、その間に上杉から領地を奪い返すっていうね、それを優先にしていきましょう。なんでお金もちょっと余裕を持って持っておきたいので、このまま使わずに、まずは小山御坊の奪還戦。我が義を示す。早いな。家康と謙信がぶつかる。ここは上杉が勝つのか、上杉が勝ったかとなると、ちょっと待ってね、柿崎隊が小山御坊の防衛にやってくるので、ここは兵を引きましょう。このまままともに戦っても勝ち目はない。で、我々としては畠、まあ、旧三好の勢力ですね、こことは仲良くしておく必要があるので、畠とちょっと親善をうまく絡めていきましょう。で、報告いたします。六角との同盟が切れてるので、六角の城を奪って勢力を、力をつけておこうかな。本来であればね、謙信との戦いに全力を投球していきたいところなんですけど、今まだその状況にないので、ここは六角との手切れをうまくかわしていく。観音寺を取れるかな。いくつかの城が取れるはずだ。で、そうなると上杉とは一旦矛を収めるという手もあるし、ちょっといくつかの選択肢探っていきましょうか。どうしても今欲しい領地、これをどうやって
って獲得していくかっていうのを、まあ一番ね、重点を置いて考えていきたいので、まずは、神前が可能かどうか。アタケとの神前はまだできないか。マイナス40まで来てる。であれば、剣心と先に同盟を、和睦を結んでおくかどうかですね。武田はまだ余力があるので、攻めかかるのであれば連続的に攻めてくれるとありがたいんですけどね。そういう状況ではないのであれば、観音寺、日野。この二つの城を取りましょう。弱ってるところ申し訳ないが。六角と支援関係が終わらないと六角に対して宣戦布告ができない。手切れとかそういう話でもないよね。なのでもうちょっと様子を見ましょう。出たよー。山七のあんな、ここで我々に牙を剥くか。わしが力になろう。兵糧を金だいぶ送ってくれたけど、敵が迫っております。まずは山名と一旦和睦交渉可能かどうかだな。和睦さえできてしまえば兵糧の仮パク可能ですからね。山名との和睦は失敗。まともにぶつかってもなんとかなるかなと思うんですけどね。朝倉山城で仮にぶつかった場合、一度兵を召集してみましょう。官兵衛が15,000、我々の兵力が14,000。まあ、なんとかならなくもないかなっていうところですかね。兵糧を用意しておくかどうかと、かしこまった。本当に勝負になるかどうかっていう、その二つ。得るもの少ないな、この戦い。まあでも仕方ないですね。ああ、ここで再び武田と上杉の戦争があるというのに。いや、まだね、変なタイミングで仕掛けてきたな。しょうがない。まあとはいえここは、絶対に負けられないので。出陣しましょう。竜沖は必要ないので、竜沖は下げておく。光秀が指揮を取る。あとは兵力を少しでもかき集めたいかな。28日後で長島城から2300、これを得た方がまだマシだ。これで兵力が互角に持ち込めるはずだ。で、兵糧も必要であれば買う。信長と謙信のぶつかりだな。ここも謙信が勝つか。お味方が討ち死にしました。強いな。ここでね、武田軍が勝つようなことがあれば勝ち馬に乗って一気に報告いたします。奪われた城を取り返したい、まあ、そういう状況なんですけどね。ご命令を。しばらくの間は
上杉と手は出せないので、ここはしましょう。承知いたしました。まずは、目の前に迫っている山名の脅威を排除する。待機する。敵の総大将は、黒田官兵衛。兵の数では互角。敵は国衆将兵使ってるので、むしろ劣勢だと思います。ただこちらは包囲できている陣形を引いているので、4000という兵力の差を、まあ、どう、うまく使っていくかですかね。鉄砲水をまずは引く。得意とする鉄砲水。あとはそうだな、攻撃力上昇を入れていくか。で、位置の変更ですね。鉄砲隊をもうちょっと用意したかったかな、強いて言えば。よし、これで決戦に挑みましょう。なんとしてもこの戦い勝ちたい。どうにもならないな。残り300まで削ったんですけどね。残念。ただ敵の戦力もだいぶ削ったので、どうだろうな、この城守りきれるかどうか。前の長安を討ち死に。お味方が捕らえられました。何、官兵衛の部隊残りまだ1万も残ってるか。持ちこたえられるわけがない。朝倉山が落とされるとはな。ままならねえな。やるな。すぐに城を取り返すが、そのための兵力がない。本当に厳しい戦いが続くよね。ようやく兵糧に目処が立ってきた、その最中だっただけにね、ちょっと悔やまれますね。いや、国衆将兵、本当に優秀ですよね。そう思います。今からこの朝倉山に突貫をかけたとして、どうなるか。敵、もう1600。味方はどんだけかけ集めても、集まらないな。じゃあ、援軍要請。武田にかけた場合、松倉、土石、金銭6300。これは全然渡すよ。その代わり、助けてもらおう。朝倉山城は奪還する。すぐにでも。
進むぞ。よし。というところでね、朝倉山の奪還戦は次回、続きをプレイしていこうと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。